M3 チャンネルです。仮面ライダーのソフビのペイントをしています。小学生になった長男が小さい頃遊び倒したライダーのフィギュアがたくさん、基本的に塗り直し全塗装をしています。今回は平成のライダーの一人、仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーです。まずは塗装前の状態です。ソフビの刻印は2009年になっていました。ディケイドで10作が一区切り、その後ちょうどダブルがリアタイで放映されていた年です。変形してしまっていたところがあるので熱処理から下処理をしました。煮沸するとビニールが柔らかくなり、元の形に一旦成形しやすくなります。乾燥した後ミスタースーパークリアー艶消しを全体に吹き付け、塗装の下地を作りました。そして塗装です。まずはパレホのゲームカラーブラッディーレッドです。ベルト、目、アクセントになって目立つカラーリングです。ペイントの様子はハイライトで、使用したカラーごとに見ていきます。今回の塗装に使用した塗料はこちら。続いてシタデルカラーのコントラスト、紫色のシャイシュパープルを使いました。左半身の紫の箇所、ここは後ほど別カラーで上塗りします。次は銀色です。パレホのゲームカラーシルバーを使いました。ベルト、頭部、マフラー、重要な中央のラインに使いました。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。さすがに発色の良いカラーです。そして金、シタデルカラーのベース、レトリビューターアーマーです。こちらは右半身のゴールドの箇所に使っています。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料、塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので下地の色を気にせずに塗ることができます。マットな質感の水性塗料です。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積の広い箇所はブラシを使って時短させ、効率よく塗装しました。黒、塗料は2色を使い分け、まずはパレホのゲームカラーブラックです。少し水で溶いた状態で細かな箇所と剥離してしまった部分の補修的に用いました。今度はシタデルカラーのコントラスト、バシリカヌムグレイです。全体的にブラシを使って塗り入れました。台座はシタデルカラーのベース、メカニカススタンダードグレイで塗りました。右半身のメインカラー緑、シタデルカラーのコントラスト、ワープライトニングです。水で溶いて薄めた状態で全体に塗り入れ、スポットで紫、パレホのゲームカラーエイリアンパープルです。ベルトと左半身の紫の箇所に上塗り、塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用、オール筆塗りで色付けしていきました。かかった時間は約60分の塗装でした。同じくスポットの緑はパレホのモデルカラーミリアムオリーブです。ベルトとこちらは右半身ボディの剥離箇所に、塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペンクリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。剥離やすれなどで結構損傷の大きかったダブルサイクロンジョーカーのソフビが部分塗装も加えてリニューアルしました。フロントビューからリアビューまで、ということで今回は仮面ライダーのソフビフィギュア、平成ライダーから仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーを
水性アクリル塗料でペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。